こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は曇りということでしたけど、お天気は良くて風も結構吹いています。私はいつも富江貴妃を使っていますが、もう長年使っていますが、孫がお幼稚の時からの同級生でお友達で、小学校5年生に今度上がるんですが、長いお付き合いを家族ぐるみでさせていただいている方が、たまたま富江貴妃の会社の方だったそうで、私もどこにご縁があるかすごく嬉しく思っています。お話を先日お聞きしたところ、富江貴妃よりもさらにいい肥料がありますよということで、ご紹介いただいたのがこのソイルサプリエキスという肥料です。私はなるだけ土の中に窒素を控えめにして、土の中にある養分を根を張らして、根から少ない肥料分を吸収さすっていうのに、こう結構こだわりを持っていますが、まさにこの肥料がその肥料だそうです。これをかけることによって、根の働きが、根がしっかりと土の中で伸びて、根の働きが良くなるということをお聞きしまして、じゃあこれはどういう時に使ったらいいのか、使い方とか詳しいことをもう専門家の方に教えていただいた方がいいかなと思いまして、今日ヤムリ様に来ていただきました。片倉コープアングリー株式会社にお勤めのヤムリさんです。こんにちは、片倉コープアングリーのヤムリです。富江貴妃をですね、使ってるっていうことを聞いて、まあ、YouTube をちょっと見させてもらったら、すごい富江貴妃の方を宣伝していただきまして、で、まあ、それこそそういう形で土作り、いろんな農業のいいところを、宣伝してくれてるということで、まあ、ちょっとぜひとも、うちもですね、一個紹介したいなっていう肥料があって、まあ、ひろちゃんにぜひとも使ってもらいたいっていうのがありまして、先日ちょっと紹介させてもらいました。するとですね、根の張りが良くなるっていうことが、まあ、まず特徴かなということをお伝えしましたら、いや、ぜひぜひということで使ってみたいということで、それこそその効果をですね、皆さんにもちょっとお伝えしたらということで、ずうずうしく YouTube の方に出させてもらいました。今回はまたよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まずですね、ソイルサプリエキスのその中身についての説明なんですけど、まあ、ここに有機ジャス規格ということで、まあ、有機 100% のちょっとドロッとした液肥なんですけど、これがまあその中身なんですけど、こういうとんかつソースみたいな、こんくらいのとろみですかね、こういうものなんですけど、実は中身は原料としては麦麹菌酵母ということで、麦焼酎をですね、絞った後の絞りかすということで、それをですね、まあ、うち片倉コープアグリ肥料会社なんですけども、原料として使ってみてくれないかということで取り寄せてですね、筑波の研究所の方でいろんな試験をしました。するとですね、まあ、これまずこのそのもの自体がどんな効果を表すんだろうかということでいろんな試験したんですけど、根張りが良くなったりですね、着色が良くなったり、まあ、収量が上がったりということで、まあ、いろんな効果が出てきたと。でその中で、まあ、じゃあその効果を表しているのは何だろうということで分析の方をだいぶかけてみたんですけども、まあ、アミノ酸、有機酸、腐食酸ですね、そこら辺のものが豊富に入っていると。窒素リン酸カリはまあ3:1:1程度であまり大きくないんですけども、まあ、有機 100% の液肥の中では結構アミノ酸とかそこら辺をですね、強化した液肥なのかなと思って、今ではまあ肥料の原料とかにも使ってるんですけども、そのものズバリを水に溶いてですね、作物にかけたり水と一緒にやったりということで、あとまあ肥料成分とも一緒にやったりするとですね、すごく吸収のいいっていうことで、アミノ酸資材ということで今売らさせてもらってます。ひろちゃん農園さんの YouTube 見てる方あれなんですけど、いろんな作物植えてるんで、どんな作物にっていうこともあるんですけども、有機 100% のアミノ酸資材ということで、作物多分ほとんど選ばずにですね、やってもらってもいいよということで話させてもらいました。今後ですね、多分いろんな作物にやってですね、あ、いい結果が出たなっていうのが聞けたらいいかなと思ってますんで、ぜひとも使ってみてください。はい、よろしくお願いします。はい、この肥料にサプリって書いてありますけど、私も結構サプリメントを飲んでますが、まず飲んでるのがコラーゲンとか、メニーっていうブルーベリーとか、それから頭がボケない GHA、核酸、
GHA 核酸っていうサプリを飲んでます。足にいいっていう、すねにもいいっていう、サントリーのロコモコを飲んでます。若い時はサプリメントにはあまり興味はなかったんですが、年がいくと若い人と同じように食べてても吸収が全然違うんですよね。ですから年がいったらやっぱりサプリメントで補っていかないかなということで、私もそのように自分の体に補給しています。ですからこのサプリというのにすごく関心があるんですけど、それはどういう意味でしょうかね。そうですね、トミエキヒと、もう実際トミエキヒ使ってもらってるということで、それとの違いを言うとですね、トミエキヒは肥料成分が、窒素が多いですね。そうですね、窒素が10ぐらい入ってる。そうです。でリン酸も4、カリが5もっていうことで、普通の肥料ですね、それを流し込んで入れる、それにちょっと勇気を入れたっていうのがトミエキヒなんですけど、これの場合ですね、その肥料をやった、じゃあ根っこがですねあんまりいい状態じゃなかったら吸ってくれない、そうですね、そうですね。で、あと、ひろちゃんのところは土作りすごくしてるんで、そんな心配ないかと思うんですけども、なかなか土作りもできなかったっていう補助でですね、根っこが動いてくれないとやった肥料も吸ってくれない。そうです、そこをちょっと手助けする、やっぱサプリメントって手助けするようなことだと思うんですけど、ソイルが土だと土にちょっと手助けするようなエキスですよってことでネーミングも考えてるから、ちょっと興味持たれてるところはそういうところかなと思います。そうですね、はい。このソイルサプリというエキスは使う時期っていうのがありますかね。そうですね、さっき作物を選ばないって言って言ったんですけど、もう時期もね、実を言うとあんまり選んでないと思うんですよね。だけどやっぱこの時期にこういう効果出したいなっていうので、植え付けた初期は根が張ってほしいな、活着してほしいなっていうので使ってる方多いです。で次に収穫時期ですよね。どんどん実がなってなり疲れするとか、どうしても温度の差でですね、木がへこたれるっていう時にちょっと元気づけたい、肥料やってもどんどん肥料やりすぎてもですね、それはできないんで、そこにサプリメントみたいな形でですね、肥料プラスアルファでこれをやってもらうと根が動いて肥料吸ってくれるんで上も元気になる。あと最後にアミノ酸資材ということで、美味しい、品質が良くなる、日持ちが良くなるっていうことで、そこら辺はアミノ酸の効果としていろんな文献にも書いてるんですけど、アミノ酸が豊富に入ってるってことで、そこも手助けできるかなということで、初期中期後期とですね、あまりこうやる場所を選ばずにですね、使ってもらえるんじゃないかなと思ってます。私はこのソイルサプリエキスのお話をお聞きしまして、まず初期生育を良くしたいので、活着を良くするのはお酢も使ったりしてやってはいますが、それと並行してこれをやることによってさらに活着を早めて、ストレスなく成長がこうどんどんとできて進んでいくんではないかと思いますし、で実がなる時も、実がなるとストレス感じてなり疲れっていうのがどうしてもきますけど、これをその時に本当にサプリメント的な使い方でやっていけば、なり疲れにもならずにすくすくと実がどんどんとなっていくんではないかと思います。そして後期になっても味が良くなるだろうし、お話を聞いているとすごい私の理想とするような有機液肥ではないかなと思いますが、どんなですかね。そうですね、もうその通りだと思います。そこを狙ってですね、うちはいろいろ開発等するんですけど、もうこれはもうそのままズバリこの液肥ですんで、そういうところを狙いながら、薄めで500倍ぐらいですね。そうですね、するともう葉っぱにも直接かけたり、葉面散布で、そうですね、それでも全然 OK なんで、そこら辺からことこと回数を増やしていく、そんなに大量にやる必要はないと思います。そうですよね、何でも薄め で、 そうです、ね、はい、様子見ながらやっていけば、プラスアルファの手助けっていう感じで様子見てもらえばと。これには成分が窒素肥料あんまり入ってないですので 3% です。ごくわずかやから、これをやったからもう真っ黒になって病気が来るとかいうことはない、そんな心配はないように思いますが、どうですかね。そうですね、これ有機から来る窒素なんで、もうじわじわ効くっていうのが、特徴にもなるしですね、そこはもう有機 100% っていうのをもう信じてもらって、しっかり薄めをですねやってもらうのが一番いいかなと思います。
量としましてもこれくらいの小さい、これ6キロなんですけど、これくらいの小さいのがあると家庭菜園とかの方にはちょうど大きさにはいいかなと思いますが、その他ちょっと知りたいこととかあった場合はどのようにすればいいでしょうかね。そうですね、あの全国販売できる形にはしてるんですけど、まだあの6キロ売ってるとことか、あの20キロ売ってるとことか、まあ、あの1キロとかもあるんですけど、まあ、そこら辺がですね、あのホームページ、片倉コープアグリのホームページに行ってもらってですね、あの肥料の製品紹介っていうところで、まあ、ソイルサプリの今までのデータとかですね、アミノ酸がどのくらい入ってるか、特にアミノ酸の何が多く入ってるかとかですね、そこら辺もしっかり書いてますんで、そこをまあぜひとも見てもらったら、で、あとですね、問い合わせのフォームもありますんで、そこの方にまああの打ち込んでもらったら、うちの会社のですね、各県の担当に、問い合わせが行くようになってますんで、またそこを利用してですね、詳しいことがありましたら、あのうちの会社の方にもあの問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします。私は富江貴妃を高知市農協で買っていますけども、これも高知市農協の方で問い合わせればよろしいでしょうかね。そうですね、あの値段の方はあの JA さんの方にですね、うん、あの聞いてもらって、取り扱い、まあ、高知県の方はほとんどの JA で、そうですね、はい、JA 高知県の方とかもですね、取り扱ってるんですけど、はい、あとはまああの取り扱ってない県とかもですね、ひょっとしたらあるかもしれないんで、そこら辺あの片倉コープアグリのですね、はい、問い合わせフォームにもまた問い合わせてもらったら、はい、詳しい値段とかですね、取り扱い状況とかも教えてくれると思いますんで、はい、またあのフォームに問い合わせしてもらえたらなと思います、はい。この肥料を教えていただいたときにアミノ酸が結構量が容器入ってましたので興味がすごくあったんですが、野菜にはアミノ酸っていうのでこうかけることはあったんですが、稲には考えたことがなかったんですけど、今年田植えの時からこれを使ってみたいと思うんです。で、味がどんなになるかちょっと興味があります。そうですね、お米の方でもだいぶ試験もしたりですね、はい、あの問い合わせてもらったら結構いろんなデータ出してますんで、それこそあの稲に結構いいと思って自分も販売してるところもあったんで、ぜひともお使いいただいたらと思います。今日は片倉コープアグリ株式会社の矢守様においでていただきました。わざわざ今日はありがとうございました。ありがとうございました。またあのこのソイルサプリエキス、すごく私はいいような感じがしますので、興味のある方はここの片倉コープアングリ株式会社のホームページを見て、またいろんなことを教えてもらったらいかがでしょうか。今日はわざわざありがとうございました。いやいや、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ニコ。